どうも、ハイテアドのコウスケと今です。お久しぶりです。いやー皆さん、とうとうこの日が来ました。来ました。あの、やっと僕たちが今までやってきたプロジェクトを皆さんに公開する日が来ました。わー、楽しみ。えぐい。もう7ヶ月間ぐらいずっとあのこのプロジェクトに打ち込んできたんですけれども、全力で頑張ってきました。で、僕たちがこう打ち込んできたプロジェクトっていうのが何ですか、皆さん。ネイティブバイリンゴル講師とのオンラインマンツーマン英会話でございます。ありがとうございます。すごい。はい、そうなんですよ。いやー、ほんまにめちゃくちゃ時間かかったんですけども、やっと立ち上げることができて皆さんに公開することができました。で、この授業の名前なんですけれども、エマさん、ちょっと教えてあげてください。トゥーネイティブです。さすがです。はい、トゥーネイティブです。この名前は僕が考えました。いや、自分だけじゃないやろ。まあ、せやな。皆さん、こうバイリンガル講師って聞いたら、多分その日本でのこうイメージとか、もうほんまに今のこのなんていうん、一般的なイメージで言うと、そのバイリンガル講師っていうのは日本人で英語を流暢に話せる人が大体バイリンガル講師っていう、まあ、あの認識なんですけど、僕たちこのトゥーネイティブは逆です。そんなんじゃないですよ。あの、どういう講師かっていうと、エマみたいな講師です。すごい。どういうことや、それ。どういうことっていうかというとネイティブの英語の、イングリッシュスピーカーで日本語話せます。そうなんですよ。そう、その、エマみたいな人が講師についてくれて、マンツーマンでオンライン英会話をするっていう、あの、授業でございます。かなり魅力的や。で、なんで僕たちがこの授業をやろうと思ったのかっていうと、まあ、この間の動画でも話したんですけど、やっぱりこう英語を、あの、上達させるのに一番役になって、僕にとって一番役に立ったのが、あの、まあ、エマの存在だったんですね。で、エマの存在っていうのが、英語がネイティブで日本語を、流暢に話せるっていうのが、まあ、一番僕に役に立ったんですけれど、あの、自分だけじゃないよな。そう、めっちゃ見てきた、いろんな、あの、ニュージーランドに住んでる日本人。そうなんですよ。英語で苦労して。そうです。やっぱり、あの、こっちにいる留学生とかワーキングホリデーしてる人たちも、やっぱりその一番声を聞くのがネイティブの人と出会えないっていうのがほんまにめちゃくちゃ多いんですよ。ね、壁があるよな。そう、別に Hi, how are you とか言えるけど、あの、その友達になったりとかで毎回こうネイティブの人と毎回会話して英語を上げていくっていうのが全然できないっていう声がすごく多かったんですね。うん、エマみたいな存在が先生としておって、オンラインでマンツーマンで英会話をすれば、なんかすぐ説明できる。そう、すぐ説明できるし、こういう意味やでっつって、そう、すぐできるから。そうなんです。だから皆さんにこれで役に立てるんじゃないかなと思って、まあ、それが発端でしたね。はい、これを始めようと思った。そう、次はこのトゥーネイティブのいいところを皆さんにちょっとお話ししたいと思います。はい、ガチガチの企業案件ですけれども、まあ、僕たちが立ち上げたものなんで、あの、許してください。やろ、はい、まず、一つ目は、まあ、先ほどもお話した通り、講師がネイティブの先生で、あの、日本語を流暢に話すことができる。それがあるので会話がですね、つまらない。もし困った場合は日本語に頼ることもできるし、頼りたくない場合はそのままいけるっていう、まあ、その2つのオプションがあるって感じですね。それと、もう1つ目はレッスンの量でございます。これマジでやばいんですけど、1週間3回です。やばない？なんで月12回。そう、45分クラスで3回、1週間、なんで月12回です。トータルで1ヶ月540分、週3で1、2、3、1日おきで練習したら英語力上がります。しかもさ、マンツーマンやからさ、そう、グループじゃないね。そう、だからめっちゃ練習できる。コーチングみたいな感じで、こう自分の分からないとことか自分の苦手なとこっていうのも先生が、あの、理解して、それに組んだカリキュラムとか、オンラインのその英会話をどんどんこう積み上げていってくれるんで、そこが一番いいとこです。で、3つ目がこのマンツーマン英会話でスピーキングに特化した文法みたいなで覚えて、その文法だけを言うとかじゃなくて、しっかりスピーキングでこれが一番ナチュラルな言い方っていうので、そういうのをこうね、ナチュラルな言い方をこう毎回練習していって、どんどん自分の英語力を上げていけるって感じです。で、4つ目は、まあ、僕らのこのトゥーネイティブのモットーである、あなたと作る英会話っていう感じで、ちゃんと、あの、英会話に入ってもらうときに無料相談があって、で、その人のこう苦手な部分とか目標設定っていうものも先生とシェアをして、その先生がそれを分かった上で、その生徒の方と英会話をね、どんどん自分たちにしかないカリキュラムを
先生と組んでいくっていう形になっていくんで、これが一番の僕らの強みだと思います。じゃあ次はトゥーネイティブのコース紹介をします。はい、はい、じゃあ一つ目何ですか。一つ目は留学準備前コースっていうコースで、名前通り留学に来る前の方用のコースなんですよ。特にこのニュージーランドに留学来る前の人たちが、ニュージーランドのネイティブの人たちからナチュラルな英語を事前に学ぶことによって、こっち来た時に何ていうんですか、こっちだったらやっぱり How are you じゃなくて結構 How's it going 言われることが多いんですよ。そうやな。じゃあそうなった時もう何これみたいな。それだけじゃなくてさ、日本ってさ、もうアメリカ英語を習うやんか、ニュージー英語はイギリスベースやからもう全然ちゃうね。発音とかも全然違うから、でもニュージー英語慣れてない方はめっちゃえってなると思う。そうだから、そういうのが、まあ、起きないためにも、ニュージーランドの英語のアクセントになれながら、そしてかつニュージーランド そのネイティブの人がする表現とかもこっちに来る前に学べるっていう感じです。2つ目はインプットアウトプットコースです。まあ、インプットアウトプットコースっていうのはまず2つの種類があって、1つはニュージーランドに今在住してるとか留学中とか行く予定があって、ちょっとある程度英語が喋れるからちょっとやってみようっていう方向けと、ニュージーランドに来なくても英語がとりあえず勉強したい、バイリンガル講師と学びたいっていう人たちのためのコースになってます。で最後のコースなんですけど、トゥーネイティブコースです。はい、何ですかトゥーネイティブコースは。より自然な英語を喋れるようにするためのコースです。なるほどね、はい、もう英語は話せるけど、もっとなんか上のレベルまで行きたい。そう、もっと自然な言い方で言えるようになりたい、もっと自然な発音で言えるようになりたいっていう方向けのコースなんですよ。はい、じゃあちょっと受講の流れだけちょっと説明だけさせていただきます。まあ最初の方に説明したんですけど、最初無料相談で自分の目指している部分とか目標設定と、まあ、自分の苦手なとこと英語レベルとかを日本人の担当者の人とお話ししてもらって、でそこから無料レッスンを受けていただいて、気に入ってやりたいって思ったら、そこからこう入会の流れっていう感じになっていくので、その無料レッスンでどんな感じのテイストかっていうのも分かっていただけるし、マンツーマン英会話でかつそのネイティブのバイリンガル講師との英会話っていうのをちょっと少し味わっていただけると思うんで。で最後なんですけど、はい、ただいまキャンペーン中で初月だけ安くなってるんで、もし興味ある方がいればぜひウェブサイトで見てみてくださいね。スタートということでね、皆さんにもすごいめちゃくちゃすごいキャンペーンもしてるんで、ぜひ興味がある方はほんまにもうウェブサイトで見てみてください。ぜひ見てみてください。ほんまにウェブサイトの出来上がりも最高なんで、頑張った。で僕らのやってることももう自信持って最高なことやってると思ってるんで、マジでまずウェブサイトにちょっと立ち寄ってみてください。お願いします。はい、ということで今回は、まあ、今まで僕たちが何に力を入れてきたのかっていうのと、まあ、これから僕らが何をやっていくのかっていう話をこの動画で報告しました。もうこのトゥーネイティブマジで僕ら自信持ってやってってるから、これからどんどん頑張っていきます。ほんまに役に立ちたいよな、今困ってる人とか、これから、まあ、英語を頑張って勉強して海外に住んでいきたいって人とかに関しても 80% ぐらいその人の英語の勉強の力になれたらいいなと思ってるんで。どこからその数字持ってきた。いや 80% ぐらい、いや 20% は自分で勉強してもらって、 80% はトゥーネイティブを使って勉強してもらおうみたいな感じが一番でかいと思うんで、マジで頑張っていきます。それとトゥーネイティブのインスタグラムも開設しましたので、気になる方はぜひフォローしてあげてください。どんどんなんていう英語の面白いこうコンテンツをちょっとリールとかでも上げていこうと思ってるんで、そこも皆さん楽しみにしててください。それじゃあもし何か質問などあればコメントとかインスタグラムの DM で教えてください。それじゃあ皆さん次の動画でお会いしましょう。バイバイ。